はい、今回、詐欺の見抜き方ということでね、吉田さんからメッセージを送っていただきました。じゃあこれに合わせてですね、私は詐欺の見抜き方ではなくて詐欺かもしれないというね、こういったトークをしていこうかと思います。というのが、私がね、やっぱり思うのは、詐欺は本当に悪いと思うんですよ。で、迷惑な話だと思うんですよ。だけど、その詐欺に引っかかっちゃった方は、じゃあどうしてそれがね、詐欺じゃないと思ってそこに飛び込んじゃったのかなってこともあるんですよね。で、私の経験で一番これは騙されたなと思うのが、大学受験なんですよね。大学受験を受けて、で、大学に入学します。4年間私は大学では優秀な成績だったんですよね。で、優と良しかなかったんですよ。で、そんな形で4年間勤め上げて、で、就職しました。で、就職した挙句何が待ってるかというと、退職ですよね。何なんですかね。受験競争に勝ち抜いて大学進学、そして、上場企業に入社、そしてそこでですね、老後安泰な人生が待っているというモデルを、私は小学校、中学校、そして高校のあたりまで聞いてきたような気がします。じゃあこれ何だったんでしょうかね。で、私は今どっかに勤めてるわけじゃないんですよ。で、多分履歴書はもう永遠に書かないと思いますし、今ね、就職市場がものすごく氷河期って言われてますけども、そもそも就職って選択肢が人生にないわけなんですよ。じゃあ就職しないんだったら何のためにね、無遅刻無欠勤をやったりとか、学業で人型の成績を残したりとかね、あらゆる資格を取ってきたんですかって話ですよね。今私の人生に、今まで、大学出るまでに使った全ての資格、全く役に立ってないですよね。大卒ってのもインターネットビジネスにとっては全く必要ではないですね。人と会う時でも、最近会わないんですけども、名刺がないですね、今ね名刺交換しないですね。営業かけたり、その方と何かプロジェクト組むわけじゃないんで、特に誰かと人間関係をね、強くしようとか信頼されようとか、そういうこともないんで、言ってみれば、私はね、だから人生の20歳ぐらいまでの人生を費やして全く役に立たないことを一生懸命やってたわけなんですよ。で、最近でもですね、学校が4月とか9月の始業式みたいな関係で揉めてましたけども、未だに学校ってところに信頼関係を置いてる人がいるんだなと思ったら、また新たなね、詐欺被害者を生んでるんじゃないかなと思うんですよ。今の世の中、進学して大学行って就職して、それで自分の人生が買い取れると思っている、そういう風なね、少年少女たちがいることとか、ね、親がいることにもうね、本当に危惧を隠し得ないですね。もし進学するんだったら公務員になった方がいいと思いますね。公務員ってのは、今回の感染症騒動の中でもきちんと給料が出て職場があって手厚い方を受けてるわけじゃないですか。もちろんね、そうじゃないって方もいると思いますけども、概ねそうなんですよ。で、民間会社倒産しましたからね。民間会社の中でこのコロナが最後のダメ押しとなって、もしくは先が見通せないからもう事業をやめようかっていうね、店舗さんとかね、中小企業なんて山ほどいるわけじゃないですか。でも例えばこの今回の感染症騒動で、何々市とか何々市区町村が経営破綻しましたとかありますかね。ないわけですよね。となると、やっぱり公務員がいいんじゃないかなっていう結論になるわけですよ。で、公務員ってのは別に大学出てなくてもいけますからね。そこそこの学力でいいんじゃないですか。公務員試験さえ通れば、道は開けますしね。ただその公務員なのが難しいんだって言われたらそれまでなんですけども、そういう感じで話を整理しますと、私の経験上、進学して就職すれば何かが得れるって言ったのは、これ完全嘘だったなと思いますし、年金も嘘だなと思いましたね。こういうふうに、とかく世の中は詐欺まみれなわけですよ。ですんで、私はね、どれが詐欺かなっていうふうに見分けようとするんではなくて、自分が手を握った人、物、団体、法人、会社、こういうのが、これ詐欺かもしれないなと思いながらやることにしてます。そうなんですよ。すべて自分に関わったものが、そうじゃないかもしれないっていうふうに思っておけばいいんじゃないかなと思うんですよ。要するにリスクヘッジをしろってことなんですよ。で、考えてみればね、人の一生なんていつ終わるっていうのも決められないんですよね。でも例えば、来年会おうねとかね、10年後はねみたいな約束すると思うんですよ。
うん、お父さんお母さんに対してもいつか恩返ししたいなとかいつか親孝行したいなっていうのはこれ簡単に言えばね詐欺に近いんじゃないかなと思うんですよ。そのいつかってのが来るかどうか分かんないわけですよね。ちょっと寂しい話になりますけども、いつかねお父さんお母さん楽にさせてあげたいなと思いながら50代を過ごしている方がその途中でね、両親病気でお亡くなりになっちゃって恩返しをするどころか遺産に頼らざるを得ないというのね状況もあるわけなんですよ。これが別に責めに値するものではないと思いますけども、私たちはとかくね未来に対して約束してしまうんですよ。でも未来に対して約束することっていうのはそのまま守られないリスクをはらんでるんですよ。約束をするなら実行はもう本当その瞬間にしなければなりません、うん、でないとそれが善意を持ってしても果たされない時に詐欺と言って指さされるかもしれないんですよ。事業ではよくありますよね、事業とか投資とか、本当にねリスクがあるよって説明しながら持ちかけたものでも結果的に儲からなければ結果的に不愉快って感じさせればそれは詐欺っていう言葉でねまとめられてしまうんですよ、うん、特にね一時期儲けていても最終的に損を出したら詐欺って言われちゃうんですよね。だからどこまで被害者面なんだってことなんですよ。そうではないんですよ。もう世の中から詐欺はなくなりませんし、これからもね来年も再来年も10年後も100年後も世の中には詐欺はあるでしょう。肝心なのは今自分が手にしてる案件が詐欺だったらどうしようっていうふうに思っていくことだと思うんですよ、うん、で詐欺にかかる人は何回もかかるって言いますけども、それは何でかっていうと自分は詐欺にはかからないって心理があるからなんですよ。今やってるのは詐欺じゃないっていうそういうふうなね自己肯定感があるからなんですよ。で私の場合は明日この瞬間にもこれがパーになるかもしれないというふうにね、どんな固い案件に対しても思うわけなんですよね。 FX に対しても今までのが実はね歌方で、明日には自分の実力がなかったってことがやっとはっきりするんじゃないかな、今までのは全部偶然で勝っていたんじゃないかなって思うぐらい私は自分の行動に対してもね警戒をしてるわけなんですよ。でいざ自分の関わった案件がね本当に詐欺であってもそれは予測済みのことなんでちゃんとリスクヘッジしてるよっていうのが生き残っていく方法だと思うんですよ、うん、でも詐欺ってことに気づかずに挙句は詐欺にかかった時にそれを詐欺呼ばわりして結局はねその詐欺にかかって損失を出したその金額のリスクヘッジもしないっていうのが大半なところだと思うんですよ。それではまた再び詐欺にかかりますよね。何回も詐欺にかかっていたら次はかかんないという心理も働くのもこれも厄介なことです。何回もかかる人は何回もかかるんですよ。で詐欺にかからない人はずっとかかりませんし、仮にかかってもリスクエッジしてるんでダメージを負わずに済むんですよね。致命傷にならないんですよね、まあ、ですので賢く生きていかないといけないかなと思います。もちろん詐欺を見抜く見抜かないそういうのもね重要だと思いますけども、まあ無理ですよ。その契約した時は誠実であっても時間が経つにつれねだんだん抑止まな気持ちがどちらかに出てしまうこともありますから、そうなったら契約した時は正直でも5年10年経ったら取引先が詐欺にねやむに言われず自分を騙すみたいなこともあるわけですよね。だそれはひとえに自分の防御力を高めることとそれからリスクヘッジをすることで回避するしかないのかなと思います、うん、ね、ここはもうね甘いこと言ってられないです。私がいくらね詐欺師を撲滅したところで地球上から詐欺師がなくなるってことは未来永劫ないわけですよ。いつかどこかにいる詐欺師に持ちかけられてしまうんですよね、まあ、覚悟しながらリスクヘッジをしてやっていこうかなというのが私の考えです。詐欺を撲滅することはねできませんよね、うん、詐欺にかかっても逆にプラスになるような自分の力を持っておけばいいんじゃないでしょうか。じゃあ